はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。村を全部解放させるためになんとかみんな頑張ってます。まあフェリーはフェリーで、とにかくまずは下のやつよりも残り4ターンでここを撃破する。まあ間に合いますからね、多分。で、レビン。ピルテドアゼル。この二人は早く結ばれてくれ。なんとか間に合った。んで、あとは。ここまでは、神の力を完全に受け継ぐのは直系の子孫だけ。だから生物と呼ばれる神のアイテムを使えるのは直系の子孫だけなの。しかしもし同族同士の血が交われば血が濃くなって神の力を得ることもある。だがのそれ忌まわしきこととして禁じられておるのじゃ。でそれを禁じたことをやってしまったのがいるんですよね。いちいち威張る。だから違うっちゃね。よかった、とどめさせない時のことを考えてミゲール持ってきて。んでこれで。海賊は全員撃破。こいつら相手に耐えきれるかどうかだな。
精霊の反逆者どもがこの東米に迫ってきたのだ。おい、東米側の羽根橋あげてこい。この鍵がなければ橋は通れないからな。奴らの驚く顔が見えるようだ。最初に聖戦の系譜でここに来た時、頼むぜ、落ちるなよフィリブリザード命中が60か。まあクラスチェンジ後ならそうそう落ちることはないと思うけど、んで、あとは落ち着いたところでクロード神父にここら辺の回収をさせて、まあ、レビーを持って行ってみるか。やっぱダメか。まっ、本当にどこでどう
繋がったのかっていうぐらいだな。これおそらくあれだな。まず一番最初に、それぞれの、ラブ度、恋愛度が規定されていて、その分で、隣接しなくてもとりあえず誰かに必ず1ずつ入っていくような状態になっていって、1ずつなのか 0.5 なのか、とりあえずほんの少しずつ上がっていくパターンで、あとは隣接するとそれが多少上がっていくかっていうやつなのかな。でなければこんなに離れていても、恋人になれるはずがない。ここまで来てクロードとの分を諦めるっていうのも嫌だから、もうこのままで行きたいと思います。まあ別にね、バルキリーの杖、要は、クラッシュエンジンやら何やらを先にしておいて、殺すキャラさえいなくなってしまえば、無用の長物ですからね。じゃあ、とりあえず、一体に集中しないように、というわけでクロード神父と隣り合わせにする必要もなかったんですが、なくなりましたが、金稼ぎのために、でも諦めきれねえな。またやり直すのも面倒しそうのまま行きましょう。フューリーとレミさえ繋がっていれば、多少は、チートができるから。そういや、竜はどこ行った？竜やーよ、落ちとりゃせんよな。出してなかった。そらいねえはずだ。一体に集中しないだけよしとするか。
で竜は急いで行け。シルジア王家の力は数、風神フォルセティから与えられたもの、ベルトマー公爵家の力は炎、フェンシンファラから与えられたもの、フリージ公爵の力は神エギカズチ、雷神トールから与えられたものなのじゃ。メイドラゴンですか。そういや、これができた時ってメイドラゴンの目の字もなかったんだもんな。悪国神ロプトースの力はやみ、これに対抗できるのは聖人ナーガの聖なる力だけ。そしてそのナーガの力を受け継ぐのはグランベルのヘイム王家だけなのじゃ。でヘイム王家は暗殺されたクルト。でつまりそのナーガの血が怖かったということがここで語られたということになります。さて、竜を迎えに行ってくれい。どうせあとは制圧するだけだから。
で、こっからは龍が来るまでどうしようもありません。よし、こっちもなったぞ。んで、あと女性で結ばれてないのはティリュというの。ティリュとブリギット。恋人同士なのにあげられない。両方ともにマックスだから。まだ好きレベルか。マリジリングに見えた。命中率はお互いに同じくらい。54と64両方ともに勝負するには微妙なラインの命中率で、なぜかこっちだけ当たらないという。
レストナイトにももちろん通用します。ペガサスナイトには通用するのかね。やっぱダメか。あれか、恋人ができちゃったもんだから少しは強くなってもらわねえと。はい、クロワードあと2角回収。で、クロード神父が4章の後半、違った。シルビアが4章の後半まで、誰とも恋人ができなかった場合、クロード神父とのセリフがあるんですけれども、まあそれも聞けなくなっちゃったな。頑張りましたね。あなたはマージファイターにクラッチチェンジできます。クラッチチェンジしますか？マージファイター。聖戦の系譜はどのタイミングでクラッチチェンジしようが、ファイアーエムブレム史上唯一クラッチチェンジ後でレベルがリセットされないゲームですからね。だからもうさっさとクラッシュチェンジさせた方がいいのが聖戦の系譜です。他のファイアーエムブレムシリーズはクラッシュチェンジするとレベルが1に下がりますんで、下がるというかリセットされるというか。もう意味ないけど。
来るとイズの姫様に子供ができれば、その子がグランベル王家の世継ぎじゃ。姫様の夫となるアルビス教の力はますます大きくなるじゃろうな。それがどこぞに、どこぞの野郎によって結ばせられた政略結婚だとも知らずに、強い遅い、なんだこんな感じ、俺らがちょちょいのちょっとほらね、これでもしあの竜が死んでいて、かつクロード神父が仲間にできなかった場合、完全にこのゲーム詰みます。せめてもう一回攻撃してくれよ。はい、ラブラバタック、あちょー、なんで一回目に攻撃の必殺出してくんないんだよ。それがジャムかも持っていこう。まあレヴィンとユーリーでも大丈夫とは思うけどな。
持っていく必要ないですな、こりゃ。やべえな、フューリーやられるかも。あとはレビン置いときゃいいか。ひでえ。あれでいいんじゃね。もう結ばれてるんだから、正直これ以上隣接しといても意味ない。まあ、竜にも行くわな。まさかレビンに当てられるやつが。あと3体、4体だった。ダメか。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。と。